リック・バルセロナ VIP6 から大物獲得へ。FC バルセロナは、ハンシ・フリックのアシスタントになるためにティアゴ・アルカンタラに連絡しました。ティアゴ・アルカンタラは、ハンシ・フリック監督がバイエルンに在籍していた当時、最も重要な選手の一人だった。彼は夏にフリーエージェントになる予定だ。フリック来るんだよね。ティアゴさんフリーなんだ。なるほどね。スペ体質がなぁ、どうなんでしょ。でもこれ、ワクワクしない人はいないでしょう。4月に33歳になったティアゴが夏フリーエージェントとかバルセロナ案件すぎて無料のおじさん獲得するのは得意だから任せて。アゴーフリーで連れてきてくれないかな。それにしてもチャビへのリスペクトはどこ行った？給料はウベスでいいなら帰ってこいよ。ティアゴは生涯バルセロナだと思ってたペップを追ってバイエルン行って、その後リバプール行った。ペップとクロップ両方に指揮された選手かよ。ティアゴもすごくワクワクするのですが、なんとかムシアラさんを連れてこれないでしょうか。確かムシアラはライカで契約が残り1年になるので、今年は無理だろうけどライカに。フリック来たらマジで強くなりそう。多分フレンキーがビルドアップ時ティアゴの役割になんのかなぁ。嫌なこと思い出すと同時にあの強さ思い出すよなぁ。ティアゴは名将に愛される。